開けごま。おこげ、ほら、炊飯器でもおこげできるんだから。さあ、よろしくお願いします。ということで今回はですね、なんと秋の思考シリーズ。秋はいろいろありますね。読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋、そして飲酒の秋ですね。はい、ということでですね、今回はですね、秋を感じるですね、お料理、至高のキノコご飯やっていきたいと思います。これがね、またね、香り高くて、普通ね、皆さんね、そのまま炊き込むと思うんですけども、今回はいろいろ趣向を凝らして、皆さんが食べた中で一番美味しいキノコご飯っていうのを皆さんに食べていただきたいと思いますので、頑張るんば。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料紹介はもうね、結構シンプルです。これキノコ、これね、好きなキノコでいいです。ただまあ僕がベストだと思ったのは、味と食感のしめじ、これ 100g、 椎茸、これも旨味がね、グアニル酸っていうのが豊富なんです。椎茸は 100g ですね。エリンギ、これ食感ですね、食感のエリンギ 100g で、香りの舞茸 100g です。これで全ての味の要素が揃えました。はい、だから合わせて 400g、 エリンギをエノキにしていただいたりとか、まあ、しめじをマッシュルームにしていただいたりとかはもう全然平気です。平茸とかも美味しいですね。今回はこれがまあ僕がベストだと思ったオールスターですね。これね、鰹節です。はい、鰹節、これでね、即席の出汁を作って、まあ、僕最近すごいやってるんですけども、鰹節の香りっていうのはキノコと非常に相性がいい。そして米、後で洗っていきますけど、2合分の炊き込みご飯今回作っていきます。キノコたっぷりプリンス。じゃあ至高のね、キノコご飯を作る上何が必要かと、やっぱね、至高って言えばね、飲酒でしょ。もう本当に、じゃあもう飲酒していきます。アルチューマシン4号、1半ぐらい、1ちょいね。これが黄金比ね。今日当番の哲也がちょっとどっか行っちゃったんで、ちょっと達也に飲んでもらいます。やっぱね、秋はスポーツの秋だから、飲酒ってもうほぼスポーツじゃん。だからスポーツの秋をしていきましょう。はい、スポーツの秋、乾杯。あー、完璧です。スポーツです。じゃあちょっと2人でスポーツしていきますんで。はい、じゃあやっていきたいと思います。まずはですね、委員の池森さんに教わった池森システムを使っていきます。鰹節ね、これ 6g なんですけども、こいつを大体 6g で50秒ぐらい、100ワット50秒チンして、水分飛ばしていきます。で、この間にキノコ切っていきます。しめじは石突きを落として、しめじはね、このちっちゃいのだったらもうほぐすだけでいい。こうやってほぐすだけでいいっす。で、舞茸もほぐすだけ。キノコって調理しやすいからいいな。あとカロリー低いしね。椎茸、椎茸ね、あの軸の部分ね、この石突きのとこだけ落とせば、ここは全部食べられますので、今回ね、ちっちゃい椎茸なんですけども、ちっちゃい椎茸の場合はね、このままね、あのスライスしておけば大丈夫なんで、石突き、この汚れた部分だけ落として、あとは、スライスね。しめじはさっきも言いましたが、あの味を作るね、要素でもありますんで、しめじじゃねえや、椎茸は味を作る要素がありますんで、椎茸はね、グアニル酸の保有率がすごく多いです。グアニル酸っていうのはアミノ酸の一種で、うまみとされている、ね、あのグルタミン酸、イノシン酸、グアニル酸って言われてるんですね。グアニル酸が豊富なのはキノコです。ね、干し椎茸を戻してもいいんですけども、まあ、今回はね、生の椎茸いきましょう。ね、旬なのでね。エリンギね、エリンギはね、一回ここで切る。スライスにしましょう。これね、これね、なんでスライスにするかっていうと、スライスしたエリンギって結構ね、お肉感出るんですよ。お肉感出るんで、魚介の肉っぽさが出るんで、エリンギはスライスしてください。で、これね、切り方が違って、食感が楽しくなるんでね。じゃあ全部切れたキノコはこれ、ほら、2号でどっさりでしょ。そしてさっきね、50秒かけた鰹節なんですけども、これね、水分が飛んでパリパリになってきます。で、これを揉むことによって、鰹がね、粉になってきます。なんで粉にするかっていうと、鰹節ってそのまま炊き込むと結構口に当たるんですけども、粉にすることによって当たらず、米にね、ぐっと旨味を引き立てます。あとね、レンチンすることによってね、香りも引き立つんですよ。なんで、これはね、ぜひやってください。ほら、粉になってきたでしょ。これを一緒に炊き込むことによって非常に美味しい、キノコの炊き込むご飯になります。はい、じゃあこれでもうほとんど下準備 OK、で、あと米ですね。米洗っていきます。米ね、まあ洗い方、まあもうこれね、諸説あるんですけど、僕は一回ゆすぎます。ゆすぐとね、米って白い焦げ汁になりますんで、これ一回捨てます。はい、捨てたら、ここでもう一回
炊き込みご飯の場合はね、そんなにね、研ぎすぎないでいいです。今の米、精米技術が発達してるんで、そんな研がんでいい。はい、研ぎましたら、ね、熱してって。まあ、これぐらいでいいです。どうせ味すぎちゃうから、わかんねえんで、普通の人。グルメもわかんねえ、これ。なんか、これでいいです。はい。普通のご飯もね、これぐらいの研ぎ加減でいい。で、これで調味料入れていきます。はい、じゃあ調味料入れていきます。で、調味料入れるときは炊飯器でやるんですけども、調味料から入れていく。お水入れちゃダメですよ。お水入れちゃうと後でね、この調味料の水分も考慮しなきゃいけないんで、お醤油大さじ1と半分、2個に対してね。で、甘みをつけるためのみりんです。これも大さじ1半です。これね、例えばいちごだけ作るんだったら全部半量でいいですからね。これね、これで甘みコクつけていきます。今度酒ですね。酒も僕は料理酒じゃなくて、清酒っていう塩が入ってないやつね、使ってます。塩が入ってるやつを使ってもいいんですけども、まあ大さじ1半だったら料理酒でもいいかな。そしてね、鰹節の粉、これも入れちゃいます、ここに。で、ここで皆さんが炊き込みご飯で使わないであろうあるものですね。はい、味の素ですね。うまみ調味料。さっききのこはグアニル酸が豊富って言いました。この鰹節っていうのはイノシン酸です。グルタミン酸とイノシン酸を同時に使うことによってうまみの相乗効果があるっていうのは僕は、いつも言ってるんですけども、味がもう深くなるっていう。1、2、3、4、5、6、7、8振りぐらいです。はい、これね、このうまみの3倍のうまみが入ったこの炊き込みご飯、やばいうまいんで。昆布の出汁取ってんのと同じですから、成分的には。こういうこと言うと大体なんかキノコのうまみでいいだろうとか、鰹節のうまみだけでいいだろうとかっていう方いらっしゃるんですけども、それはね、うまみの相乗効果分かってないですね。うまみの相乗効果をするために3つのこのアミノ酸を入れることによって、えも言われる深い味がします。そうしましたら水を入れておきますね。水なんですけども、この線まで入れます。よし、はい、この線まで少し混ぜておきます。で、ちょっと置いておきます。で、この間にキノコ炒めます。そうしましたらオリーブオイル大さじ1杯を入れます。これぐらいかな。キノコご飯ってこのまま入れる方もいらっしゃるんですけども、一回炒めます。炒めて焦げ目のついたキノコってめちゃくちゃいい香りするんですよ。なんでね、これね、ぜひ炒めてください。で、キノコの味も凝縮します。火強火ね、強火でもう油慣らしてください。で、さっき切った、このね、ポレッポレッキロッとった味、はい、こいつを入れていきます。この状態でもちょっとほぐしながら入れた方がいいですね。割とね、作り方はシンプルなんでね、ちょっと難しそうにやってますけども、そんな難しくない。これから炒めていくんですけども、ちょっとね、ここにね、塩ね、浸透圧で水分が出やすくなりますから、お塩入れていきます。お塩ね、小さじね、半分入れてください。半分。このお塩で炒めていくことによって水分抜けてってですね、いい感じの焦げ目がついていきます、キノコに。必ず強火でやってください、これは。で、塩入れたら全体混ぜる。塩の浸透圧でキノコから水が出ていって焦げ目がつきやすくなります。だから一回混ぜます。いいですね。そしてここからキノコのいい香りがしてきますんで、このいい香りを嗅ぎながらハイボールを飲みます。香るよね。見てください、お塩を入れることによってあれだけあった傘がこんなになくなってきます。で、これぐらいしなっとしたら広げて待って焦げ目がついたら返す。これを繰り返していきます。結構ね、いい色に仕上げていきますよ。これ一回返しましょう。ほら、焦げ目ついてきたでしょ。これを何回も繰り返していきます。これをやるとやらないとでは運と勢の差ですね。焼いてから、で、釜には砕いた鰹節で出汁を取っておくと。ほら皆さん、目からハイボールでしょ皆さん。はいはい。で、これ全体的に香ばしく炒めていきますよ。やっぱね、キノコのね、重要な香り、香り。はい、おいい色がついてきましたね。この色ですよ、この芝系色。色はつけちゃって大丈夫です、キノコに。低温でやる方が香りが立つとかっていう風にも言われますけども、僕はこの焦げたね、メイラドっていうんですけども、メイラドの感じをつけた方が好きかな。はいはい、おガンガンついてきましたね。これもう一回ぐらいやりましょうか。傘がね、大体ね、最初のね、3分の1ぐらいになってくるんですね。これもう全体がすっごい美味しそうな色に焼けてますよね。これずっと強火でやった成果でございます。そしたら炊飯釜ですね。で、ここにキノコをもうもっちゃら入れていきます。うまそう。
で沈めていきます。でこの時点でもう絶対うまいじゃないですか。そうしたら土鍋でやり方もあります、あるんですけども、僕はね炊飯器派、これでもおこげできるんで、入れたら蓋して普通に炊飯でいいです。50分ぐらいかかるんで、皆さん50分後に炊き込まれる状態で会いましょう。はい、ということで出来上がりましたので、あの抜け目いってましたいと思います。開けごま、うー、香りこんな姿になって、おこげほら炊飯器でもおこげできるんだから、見てよほら、この子たっぷりよ、味見してくださいね。でなんか汁物と一緒に食べるとかだったらこれぐらいの塩分でもいいんですけども、今回僕は汁物と一緒に食べないんで、ご飯だけなんで塩一つまみ加えます。おかずにするのと主食にするのってあるじゃないですか、あのこの炊き込みご飯系は。おかずの共にするんだったらさっきの塩加減全然十分だし、僕はね単品で食べること結構多いんですけども、単品で食べる場合塩を加えていただいた方がいいと思います。おこげの割合見て見て見て、ほら滝の風を感じるんだい。こんな感じよ、きのこたっぷりぷり、焦げの主張がすごいね、これね。これがね、肉一切入ってないんだけど、うまいよ、これが。うーまそう、これ。ということで、至高のきのこご飯、あざーす！ということで、至高のきのこご飯、いただきまーす！いただきまーす！じゃあ、まずね、嗅いでください、香りを。かつお節ときのこの香り、やばいっすから。じゃあ、いただきます。これ、ほんとこれやばいと思う。炊き込みご飯の香り高さっていうのが、今までの炊き込みご飯のマックス。マックスなんよ。ライドンタイ、ライドンタイ、ライドンタイ。このおこげの香ばしさっていうのも出てますね。醤油を使ったからですね。めちゃくちゃ香ばしい。最後に塩一振りしたんですけど、それがすごく効いてます。ここで、味変化。ゆず胡椒か七味だね、どっちがいいですか。七味をいただきたいと思います。マヨネーズ合うんじゃね、ピュアセレクト。あーやばいな、大罪を犯しました。私は執行猶予5年。いただきます。まず七味だけで、あうまっ。マヨって最強だな。この丁寧で素朴な味をこのぶち壊してくれるのマジ好き。これもうまさなんですよ。味変っていうのはね、やっぱね、ぶっ壊してくんないとね、意味ないんだよね。ありがとうマヨネーズ。てか、めちゃくちゃうまいから、めちゃくちゃだから。キノコの食感もすごい。裂いて入れたものもあれば、切って入れたものもあるんだけど、食感がすっごい楽しい。炊き込みご飯ってこれだよね。最高です！てつや！じゃあ乾杯。乾杯。いただきます。うまっ。いやすごいね、うまみが3つ揃ってるから。だから肉がなくてもね全然うまい。オリーブ入ってないし、キノコだけでもめちゃくちゃ食べ応えあるじゃん。やばい、超好きやん。炊き込みご飯ビールね。俺の炊き込みレシピ一番うまいかもしれない、もしかすると。そこまで料理しないでとしては、なんかやっぱなんか炊き込みご飯の素買っちゃうよね。なんかそれが前の仕込んだ炊き込みご飯もそうだけど、なんかちゃんとこの分量でこの味になるっていうのがやっぱすごいなと思う。きのこだけでやれるってとこと、かつお節の香りがね、意外と立ってるんですよ。池森さん池森さんとコラボした瞬間から俺相当レシピがパワーババーンって浮かれる。マヨネーズ七味もいただきます。また全然違ってます。油っ気がほとんど入ってないんで、まだ油っ気が入って、うますぎる。マジでうまい、これこれ作ったの2、3日前なんだけど、すぐ動画にした。そんな最近だった。これはね、みんなにおすすめ。炒めてキノコでもっとしなしなになるかなと思ったけど全然ならないんだね。プリップリでしょ。プリップリ。一回炒めて油含ませてから、もうね出ていかないんだよね。炒めることにも意味があるんですよ。完璧、全然閉まっちゃったのね。もう一度やるんだけど、あまりにもこれが好きすぎて茶碗一杯全部食べた。じゃあ次の動画でお会いしましょう。次はキャロットサラダです。テンション高いな俺、久々の撮影だからね。1週間ぐらい空いたから、1週間空くとテンション高い。まだまだいけるぜ俺は。お、香ばしい香り出てくる。達也わかるこれ、香ばしい香り。わかるわかる。はい、乾杯。